しょ、あの負けた時の話でしょ、はい、あの5戦して0勝です0勝です。あの負けてしかないってことですね。そうですね、うん、あの勝ってないってことですね。勝ったことがない。勝ってないですね。あの終始的なあれは分かんないですけど、あのまあ負けてると思います私は。私もね、多分負けてるような気がする。でもね、でもね、去年1年間振り返ってみて、去年の負け方から思えば、今年の負け方はそんなに悪くないんじゃないかなと思う。いや、去年は何勝かしてるけど、いや、だって去年はさ、全然当たんない当たんないみたいな感じのさ、マイナスだったじゃん。今年は、どっちかがプラスで終わってることが多いと思わない？もう覚えてない。私も、でしょ。いや、でも前回とか前々回とかそんなに悪くなかったと思うのよ。ただこれ、まあ、ゲストの方がね、いっぱい出してくれやがったからさ頑張ろう頑張ろう、今年も頑張っていこう、はい、今年もあともう半分ちょっとしかないけど、あと7000、今日込みであと7000あるからね、はい、頑張ろうね。はい、頑張りましょう。はい、というわけで今回のゲストはこちらのお二人です。どうぞ。どうも、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それでは改めまして、お一人ずつカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、全国攻略マガジンのクールビューティーやクールビューティーやってますか、コツショーって感じでいいと思うよ、はい、いいと思うよいいよ、はい、はい、ライターやってますシルミです、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しいします。はい、続いてどうぞ。はい、同じくパチンコ攻略マガジンのポコミです。で、攻略軍団の高一点として頑張っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、シルコは2回目ですね、はい、2回目です。前回ハルちゃんと、はい、ハルちゃんが危ういところで、でもなんとかね、シルコの一人勝ちですわ。勝ちましたよ。なんならというわけで、ポコミちゃんは初登場、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうあのレディースバトルはですね、基本ゲストに勝っていただくもう大舟に立つもりでもどんびり遊んでください。勝ってもあの油断できない番組なんで、はいはい、まあとりあえず、うん、楽しんで、油断できない、そう、今までの流れから言うと、はい、そうなんで、まあでも楽しんでください、はい、みんなで、はい、楽しくパチンコスロットを打とうっていう番組なんで楽しみます。この調子ならいけそうだよ、いや、今日ね、いけそうだね。テレビで勝てないんですよ、テレビで。なるほどね。いや、でも私も結構テレビで勝てないんですよ。あ、そうなんですか。やばいぞ、これは。あれ、そのチーム戦だから、あれだろうね。シルちゃんにちょっと上がってる感じ。シルちゃん、シルちゃんって呼んでください。あ、そう、あのですね、今日はですね、さらにですね、あの見慣れた方というんでしょうか、保護者の方が、あのこちらの方の保護者の方がいらっしゃおります。いいね、荷物を持ってない。すいません、ありがとうございます。荷物持ちの では、というわけで、今日のレディースバトルはこの4人でお送りいたします。それでは今日も一日頑張っていきましょう。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実戦時間は前半3時間、後半3時間の計6時間、完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計収支で勝敗を決定します。実戦終了時に確変中、時短中、ART 中だった場合、7時間まで延長猶予が可能です。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実戦はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち？それでは皆さん頑張ってくださいね。レディースバトル取れるね、余裕だね。まずは姉妹チームの入場。早速あきちゃんはモンハンコーナーで大選びです。じゃあ、角で、まあ、最近角しか打ってないということで、いつもの角台を確保。そしてルミちゃんは、まあいいや、私これ打ちます。あれ狙い、それだけ。初登場のココミさんは本職のパチンココーナーへ向かいます。うわー、どうしよう。と、台を見つける前に、あ、なん
だこれ、なんかいる、ももちゃん、モルモットのももちゃんを発見。しかもでかい、でかいです ね、かわいい。餌は与えないでください。よし、頑張ろう。何やとかな。そうこうしている間にシルビーさんも入場。モルさんなので一周ぐるっと見て、決まった？うん、決まってます。今までね、いろいろ見てた。ちょっと逆らうとかと思ったんだけど。え、なの？そう、マックスだからポコムちゃんの許可取ってから行こうと思って。最初いいよ。初心者だからね。そうだよね。でもガロね、一発当ててね。そうだね。あれだから、でかいからね。最初マックス行っちゃう。どうなんだ、激震か、どっちかがめっちゃ出して、ことらすみたいなこともありえる。そうだよね。あまねずっていい。いいよ。いいよ。すごい硬いんだけど。全然いいよ。硬い瞬間そうかな。いいよ、いいよ、いいよ。アナのバース。うん。もう好みにしちゃっていいと思う。もういいでしょ。好みでいいかな。これ大好きなんですよ。アマネズのバースポリテル。なんで、ポコミちゃんが好みで打っちゃっていいよなって言ってるんで、一発目とりあえずあんまりして様子見ですね。後半ガロ行く可能性も十二分にありますけど、一発目こいつで行ってあります。さて、相方のポコミさんはルパンで悩んでいるようです。あー、どうしよう。ごめんなさい、どうしよう。あ、いや、でもルパンやってみます。この161番台のルパンをやってみて、でもかといってそんなに良さそうでもないんで、打ってみてからまた決めようと思います。とりあえずこれに1回朝一を打ってみたいと思います。レディースバトル、はい、まず朝一はモンハンを打ちたいと思います。前回の放送から、1ヶ月ですか。あの時はまだモンハンの面白さが分かってませんでした。あの後結構打ちまして、今モンハンが大好きなんで、最近はモンハンしか打ってません。ということで今日も朝からモンハン頑張りたいと思います。ということで、最近お気にのモンハンを打ち始めるあきちゃんです。そして同じくモンハンからスタートしたルミちゃん。そう、クエストに、まずクエストに行かないと。なんだっけ、弱者一回。あ、大決まったんで1万円ですね。行きます。もうアマデジなんでね、これで仕留めないとちょっと話にならない部分もあるんで、頑張りますよ。やっぱり前回このレディースバトルの苦い部分を味わわずに、楽しむだけ楽しんで帰ったんで、今回もそうなればいいなと思ってます。楽しむだけ楽しんで帰りたいです。まあ、マレジなんですけど、結構スペックが変則的というか変わってまして、結構ちっちゃい当たりを重ねていくみたいな感じですね。核変突入率 91% みたいなスポーツなんですけど、その小さいあたりをこう重ねていくみたいな、結構ゲーム性が面白くて好きなんですよ。バーストエンジェルの各スペックあるんですけど、このアマデジが一番好きかな、もしかしたら。はい、じゃあルパンでちょっとやってみたいと思います。一人目入れます。互いに打ちたい台を選んだゲストチーム、初登場にして初勝利目指していざ勝負と打ち始めたポコミさんですが、はい、ルパンを全部打ったんですけど、まあまり良い状況じゃないっていうのと、あとまさかのフェニックスという私がもうめちゃくちゃ打ちたいと思った台があるらしいんで、それに行きます、迷いなく。はい、台移動しますと早速大移動。あったあった、フェニックスうわ、テンション上がった。これ本当めちゃくちゃやりたかったんです私。これ
あります、これ迷いなく。はい、すいません、申し訳ないです。全く見てる方面白くないと思うんですけど、私の個人的な趣味で打ちたいと思います。頑張ります。全国的にも激レアな設置という CRA フェニックス SP がある、ということでポコミさんのテンションが最高潮に。さて、実際に打ってみた感想は？シュール、シュール。私のハンターの名前はアクちゃんです。アクちゃんがリアルでは絶対しない格好をさせてみた。これは間違いなくしないですな。と噂をすればアキちゃんは鬼武者でもおなじみのプレミアキャラが早々にお目見えです。およよ、これでね、この間ラージャンだったの、まあ、6万5千分の1なんですけど。70ゲーム投資3000円で狩猟ボーナスをゲット、幸先いいですよ。投資3000円狩猟ボーナス。なんか音がすると思ったら上から音がしました。ピック揃ったらいい音がしてました。ココミさんが打っているこちらの CRA フェニックス SP はいわゆる普通機と呼ばれる台なんですね。中央に位置するチューリップに弾が入賞すると2発入賞するまで開放、特賞口に入賞するとアタッカーが開放、そして中段アタッカーへの入賞で下段アタッカーが開放するという仕組みになっております。なんともノスタルジックな気持ちにさせてくれるこのフェニックス。さて、ポコミさん、お味はいかがですか？あ、楽しい楽しい。そしてこちらはルミちゃん、5000円投資したところでチャンス。ブランド雪山の主まんま。なんか光ったね。アーチャータック、アーチャータック。開始120ゲームで30ゲームのモンハンラッシュからスタート。いいぞいいぞ、頑張れ。チェリーだチェリーだ。あ、アイルン集合したよ。強者かな、強者かな。はい、183ゲームでビッグボーナスをゲットでございます。セーブ打ったんですけど、あまりにもシュールでテレビ向きじゃないんでやめます。ごめんなさい。可愛いんですよ、でもこいつ、こいつ可愛いんですよ。と続いてやってきたのはアマデジの沖海2です。はい、それではですね、気を取り直して、アマ沖縄2のなんと6個戻しが、ね、あるんでね、ちょっと遊んでみようかなと思います。はい、頑張ります。もともと甘海は好きなんでね。その後追加投資2000円でアイルボーナスをゲットするも、飲まれて再び投資するアキちゃん、なかなか楽な展開にはさせてくれないようで。モンハンラッシュ消化中のルミちゃんも上乗せはなく、ここは一旦終了。
さて相手チームのシルビーさん130回転ほど打ち込んだところです。おお、先読みやっときた。このバーストエンジェルが点滅の保留先読み、先読みがこれぐらいなんで結構これ大チャンス。しかも今プールモード入りましたね。それにプールモードだと男キャラのリーチの方が熱いっていう。お、いいんじゃないですか。あ、限界バトル止まれ止まれ。あー、リッチ回収ね。よし、限界コンボ。限界バトル行ったらもう熱いんですけど、限界コンボ止まりかな。おーっと、ぶち抜いた、まあ、ちなみに今女の子図鑑で揃ったんで格変濃厚ですね。投資8500円、まずは134回転で大当たりをゲットしました。バストチャンスに突入します。4ラウンドの場合はそうなると91%ループの右打ちのバーストチャンスですね、堪能できるという仕組みになっております。こんな感じでもう即当たりで次々と当たりを重ねていく感じですね。あとはもう 91% ループで出玉をどんどん増やしていくという感じになります。やばい、これはやばい。まあ、13ラウンドにはなるんですけど、これ通常の可能性もありますよ。嘘、ゴーレンちゃんか、しょぼいな。お、やっ、これは最後にラストチャンスで継続引きましたよ。危ねえ、危ない危ない。毒煙玉、毒煙玉。当たってた、当たってました。あ、これじゃ足りないじゃないか。微妙なコインしか残っていないってことで揃った後に追加投資が確定しちゃってますが、ともあれ58ゲームでビッグボーナスをゲットです。ちょっとびっくりしちゃった。ヤンクッキー。ハギ取りチャレンジ。果たして何ゲームハギ取れるでしょう。ね、30の人でしょ。ギリギリのところでピンチを切り抜けたシルコさん、これが8連目でございます。7、激アツ。これは13ラウンドで、しかも確認継続決定ですね。ですよ。あー、やばい。
まあ、13ラウンドまでそうなんですけど通常の可能性が出てきます。この男の子図柄の24ですね、24図柄は 9% 引いちゃうかどうか。10連目にして再びピンチ。復活は誰か。はい、これは抜けましたね。残念ながらお汁の連チャンは10連で終了。ドキドキプルモード、あー抜けちゃいました。そしてアキちゃんですがアイルーボーナスを引くも残念ながら伸ばせず ART が終了してしまいました。はい、さて天沖海2を打ち込むポコミさん現在160回転ほど回したところです。162回転魚群予告からサメ揃いです。ヘアタクリス低いんだよな。うわ25か。プッシュボタン連打で出現したのは雪山の主ドドブランゴです。剥ぎ取って30ゲームのモンハンラッシュゲットです。ルビちゃんはその後87ゲームでアイルーボーナスを引き40ゲームほど回したところです。あ、大中道頑張ってください。42ゲームで狩猟ボーナスゲットです。狩猟ボーナス。アキちゃんは230ゲームでアイルーボーナスをゲット。そして130ゲームほどで遅いよ。ボーナスだったら超ついてる。これが超大事。来ました、138ゲームで大連続狩猟ボーナスゲット。上乗せチャンスの到来です。さあお相手は大量上乗せが期待できるキリンですよ。赤いよ赤いよ。まずはプラス100ゲームゲット。グラビモスター、頑張った。80。合計180ゲームの上乗せに成功。
だもん。レディースバトル帰ってきたパチンコ居心選手権。このコーナーはですね、パチンコパチスロの人気キャラクターを己の記憶力のみを頼りとして書いてもらいます。はい、今回も始まりました、帰ってきたパチンコ絵心選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに書いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ書き上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。今回のお題はこちらです。私ね、好きなんだよ、ヤッターマン。金銀財宝と宝石を愛する窃盗集団の女ボスは身長173センチでスタイル抜群、頭脳も明晰。普通にしていれば世の男たちの羨望を一手に集めそうなものなのですが、実は未婚の24歳なんだそうです。さて、そんなドロンジョ様の特徴といえば、この覆面と赤いマント、そして抜群のスタイルを際立たせるボディースーツ。これらをしっかりと押さえて描けるかが審査員の評価を左右することになりそう。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。答え合わせ。はい、みんなが一生懸命描いてくれたドロンジョ様のお答えはこちらになります。じゃん。いやー、ボディスーツか。そうだな、そうだよな。あ、失敗。次は頑張ろう。はい。はい、じゃあ私から。うん。みみちゃん。みみちゃんはね。泣ける。こちらがルミちゃんの描いたドロンジョ様。黒と赤の覆面に D のマーク、金髪に豊満なバストとそれなりに抑えているのですが、本物と全然違う。じゃあ、はい、じゃあシュウコちゃん。お、どうするんですか。シュウコちゃん、見せてちょうだい。はい、そこまで。何この女、何それ。うまいし、何それ、うまいの。何それ、思い出さなくて頭がわけわかんなくて。いや、でも作品。ドロンジョ様のコスチュームとはちょっと異なってますが、なんとなく雰囲気が出てるのはやはりそもそもの画力が高いってことなのでしょう。メガネがエロいです。さて、お次は。はい、ありがとうございました。じゃあ、
自信がなくなってしまったポコミちゃんなんですけれども、美術の勉強はいかがなものでした？私すごい良かったんですよ。うん、あと結構パチンコ攻略マガジンの紙面でも、うん、あそれで絵描いたり描いて、超うまい。デスマスクとかで絵描いて、デスマスク、デスマスク、カニザデスマスク。選挙戦。はい。そうなの？じゃあ不満じゃないちょっと腹立つ。いやちょっと見してくださいよ。本当に見してくださいよ。見してくださいよ。
確かに確かに。かに何が何が正しいよ。悪いですもんね。その後ビッグボーナスに当選しますが、この出玉が飲まれてしまい現在追加投資中。あ、なんか出てきた、なんか出てきた。希少種やべえ、ちょっといい感じで。ハグトレチャレンジ、ハグトレ、ハグトレ。希少種はだいたい50だよね。50ゲーム剥ぎ取ってモンハンラッシュスタート。アキちゃんはチャンス目をゲットし、これがボーナスにつながります。213ゲームでビッグボーナスゲット。こちらはマイペースに打ち込むおしるさん。その後13ラウンドあたりを含めた4連チャンをゲットしましたが、もう文字通り激アツですよ、これは。いいぞ、いいぞ。上乗せで決まるかな。まあでもこれ相当文句なしに熱い。これはよし、持ち玉つないだ、これ大事。ちょっとね、飲まれたら台どうしようかななんて考えてたんで、よしよし、まだまだバーストエンドで頑張りますよ。先ほどメキシコ帰りの売れない女子プロレスラーを描いてくれたポコミさんですが、あ、動いた。ちょっとちょっと動きましたよ。これ当たりますよ、これは。い、確認できましたね。しかもこれ1球とかマジ熱い。さあ、危ない。こちらも飲まれる寸前、140回転で大当たりゲット。しかもしかも、うわ、やった、
連チャンは3回で終了。ひとまず出玉の確保に成功です。こちらは大連続狩猟ボーナスで上乗せたゲーム数を消化したあきちゃん。赤4頭を討伐したところでモンハンラッシュが終了。約930枚のゲットに成功です。終わった。シルコのバーストエンジェルは順調に続き10連目に突入したところですが、うわーまずい。久々来ましたよ、男の子ズバラ。あー昇格もない。いやー終わり、10連だ。13ラウンドは1回。どうしようかな。ちょっと他のミドルの方見てきます。ちょっとこの高田組やってみます。へそとかも広めなんで、結構ステージ性能良ければ回ってくれるかもしれないし、ちょっとスペック的にもねいいんでね、これにします。アマから緑へと作戦を変更したポコミさん。さてそんなところで前半戦終了のお時間が迫ってきました。何ですか。あ、何これ。レアベル？これあれ噂のレアベルってやつ？あきしゃあきしゃあきしゃ、あのさ、あれレアベルじゃねえ。あ、やっぱりスイカベル、スイカって何ってベルベルでね、バーベルベルで光ったんだけど何って聞きに行ったの今アキちゃんに。そしたら、うん、アキちゃんにレアベルじゃねって言われて、私もそんな気がするって言ったところ。だってなんか見たことないけどね。ラーちゃんじゃねー、ラーちゃんじゃねー、ラーちゃんじゃねー。ちょっとね、変な汗かいてきた。いっぱい、はい、見に行かなきゃ。見に行く。せっかくだからね。そう、せっかくだからよし、これをラーちゃんを寝顔2人で堪能しよう。これはかなりのドキドキですよ。姉妹と一緒に演出をお楽しみください。あ、でも4ゲームこうね、確定画面が出るまではね、ほら回した方がいいと思わない？回してよ。あるよあるよ。盛り上がった上乗せゲーム数は、
ラージャンボーナスじゃなくてちょっとがっかりでしたが、100ゲーム上乗せ。ごめんね、とか喜びさせちゃって。ごめんね、大丈夫だよ、いいんだよ。ラージャン引いたかと思ったのにな、ルミチンだったらと思ったのにな。ちょっとない、大度します。まず1万円を取り返すのにもちょっと甘出しがきついかなってところがあるんで、ちょっと大度します。ガロ行ってきますか。はい、ガロに決めました。ちょっと腹をくくって、残り時間、後半戦の3時間と前半戦があと5分くらいしかないんで、もうサクッと盛り返すのがガロしかないということで決めました。いけるかな、怖いな。はい、高田組に移動して出玉が飲まれて、追加投資今5000円で全部で1万4000円使っております。で、見せ場が小当たり1回のみということです。でも結構ボーダーよりは多分ちょいちょい回ってると思うんで、後半もこの台で頑張っていきたいと思います。はい、ということで時間が来ちゃったので前半戦を終わります。なんとただいまの状況はですね、投資1万円をバーストエンジェルで溶かし、その後に今ガロで2000円突っ込んで終了って感じです。はい、前半戦振るわず後半戦に向けて頑張ります。はい、ちょっと中途半端なところでまだ ART がちょっと残ってるんですけれども、時間なので前半終了です。後半は ART からスタートで、バンバン上乗せするぞって思いながら前半終わりです。ここでまあ楽しかったです。なんかレアベルト、ね、中段チェリーも引けたし、後半ももうちょっと、いや後半はそんなレアなの引けなくてもいいから、もうちょっと上乗せしたいです。お疲れ様でした。みんなが実戦終了したところで、あきちゃんは、ビッグボーナスをゲット。そしてそのビッグ中に、やりました、バー揃い、 ART 確定です。マジ青で普通に揃うとびっくりする。はい、今ビッグ中にバー揃いで ART 確定したところなんですが、まあ、後半のお楽しみにとっておいて、前半はもう時間が来てしまったので一旦ここで終わりとしたいと思います。お疲れ様でした。レディースバトル前半戦終了。はい、私ですか、うん、手玉ゼロです。手玉ゼロ、でも私が見てる時はちょこちょこなんかちょこちょこ出て、でちょこちょこ出てないです。ちょこちょこ出てないです。本当、見せようか、もういいか、じゃあ見せようか、ね、じゃあ、アキちゃんから、はい、アキちゃんからお願いします、うん、私は朝一スロットコーナーのモンスターハンターっていう、スロットは全く分かんない感じですか。そうですね、なんか後半が最近人気あるだなぐらいです。そうですね、はい、今人気のモンハンを打ったんですけど、朝一比較的早いあたりから、まあ、追加投資はしたんですけど、今手玉というかメダルが800枚くらいですかね、多分700-800枚くらいで、こう今からお楽しみタイムみたいなところで終わっちゃったんですけど、おそうですね、いやすごく分かりやすく一生懸命説明してる。合ってる。ART っていうのがあって、まあ、核変さちょっとなんか違うけど、ちょっとだけ分かります。あ、核変っていうあれだよ、連鎖ポ付きのさ、なんかそんな感じで、連鎖ポ付き、それをこうなんか
なんていうのかな、いっぱい上乗せすることができるんだけど、自分の引きがちょっと弱くてあんまり楽しめてなかったような感じだったんですよ、前半は。けどまあ今ちょっとそのきっかけがあって、それを後半にっていう感じで今投資6000円の1個6回レギュラー4回でちょこちょこ ART を引いてますがみたいな感じです。でもボーナス回数いいよね。そうなの、もう10回引いてるの、私こんなボーナス軽いモンハン初めて見た。合算150分の1くらいだもん。マジで、うん、ジャブラじゃないのそれ。あ、もしかしたらそうかもしれない。それはやはり続かないよね。続かない、しょうがない。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、ね、じゃあ2度目まして、のお汁お願いします。はい、私ですね、前半戦の結果が、打ってた機種がファーストエンジェルインフィニティのあのアマデジの方ですね、99分の1。これをちょっと自分の趣味で好きな台なんで打っちゃって、うん、結構特殊なスペックなんですけど、実戦内容的には10連4連10連っていう、うん、すごい数字なんですけど、ちょっと出玉自体が少ないんで、実際の出玉は本当大したことなくて、何ラウンドとかなの？4ラウンドと13ラウンドがあるんですけど、うん、80玉とかそういうのを積み重ねていく感じのゲーム性なんで、本当出玉大したことないんで、あの飲まれてしまって今出玉なしの状態ですね。その後ちょっとさすがにこのアマデジじゃ投資分を回収できないなってことで、なんとガロに移動して、でちょっと後半戦頑張ろうかなっていうところです。はい、シンガロちょっと回した、ちょっと回したんだ、ちょっと回しました。2000周りはどう？周りは、まあ、ぼちぼちでまだ分かんないかなって感じですね。うん、ぼちぼち、はい、はい、ありがとうございました、って感じです。じゃあ初登場、ここみちゃんお願いします。はい、こちらです。最初にルパンを頑張ってやるとうと思ったんですけど、あまりにも回らなかったので。回らないよね、ルパンって。はい、知らないんだけどさ、積極的にさすがにやめて、それからもうフェニックスっていうのはもう私が、あ、ごめんなさい、私がものすごく打ちたくてしょうがない買った台があるんですけど、あのそれを完全な個人的な趣味で打ってしまいまして、いいと思うよ、いいと思う、みんなびっくりした。渋いよね、相当テンション上がっちゃってルパンとかどうでもいいって思っちゃって。であの移動して、うん、まあ、ちょいちょい遊んで楽しんだ感じで、うん、我に返って、うん、これテレビ向きじゃないなと思って。そんなことない、そんなことないよ、レディーズバトルやめました。でそこで六文字 のスーパー海物語沖縄2を打って7000円で当たって、うん、これ結構継続率低いんですけど、そこで出玉が行きまして、かなりでかい箱で、うんうん、もう3000発近く入るんじゃないかなっていう、結構あったね、すっごいでかいんですよ、その箱半箱ぐらいで、うん、ちょっとあのこのままだと負けちゃうんじゃないかと思って、マックスじゃない、ミドルに移動しようと思って高額部に移動して出玉が飲まれて、今追加投資で頑張ってるとこです。はい、わらしべ作戦だ、わらしべ作戦。そうです、そうです、見て見て見て、当たり、そういうのはないって書いてある。超面白いよね、これどういうこと、そういうの、なんか当たりないの、なんか5個、1,2,3,4 5個のなんか当たったみたいなのが、うん、開くのがなんかフィーバーみたいな、え、全部開いて、開いて、うん、そのなんか入れる順番によってなんか、うん、昇級格好変わってきたりとかして、よくわかんないじゃないですか。難しいね、難しいね、わかんないです。そんなんだって知らない人打っちゃダメじゃんね、知らないで、まあ、打ったの、かわいいっていうだけで打ったんですよ。え、よくわかんない、何言ってるの。そうなんだ、はい、そうなんだ、そんな感じです。はい、高田組ぼちぼちボーダーは絶対あるなっていう感触だったんで、うん、頑張りたいなと思います。いいね、ボーダー回ってくれればいいもんね。そうです、ね、はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあお姉ちゃんはどう？お姉ちゃんもモンハンです。朝一ね、私抽選9番だったんですよ。でモンハンが何台か分かんない、何笑ってんの、合ってるでしょ。これそう、あの9番で、ね、ちょっとモンハン打てるかどうか分かんねえなと思って見に行ったら、全然ガラガラで選び放題みたいな状態だったんで、とりあえずモンハン座りました。座ってね、
私も一応ボーナス回数いいよ、いいし弱チェもいいし、あのね何よりねクエスト突入率がいいんですよ。ごめんねちょっと何言ってるのか分かんないでしょ、あのただあのタワごとだからあんまり気にしてないそうね、私もね一応ね今 ART 中なんですよ、うん、うわそれまあ微妙にしてるんだけどな、何分ね回数がねゲーム数がねちょっとだからね、なんていうの私もうこれねアマデジみたいな感じ、今アマデジでちょろちょろ、スペック的にはアマデジじゃないんだけど、まあちょろちょろ私も多分そんな感じ、アマデジみたいな感じ、うんうんうん、こっからのはい、こんな感じです。お疲れ様です。はい、というわけで、ともし8000円、いい勝負じゃね、2000円、9000円、1万4000円、そうですね、1万4000円です。 あんまり差はない、うん、そんなに、ね、横並びですか、横並びだね、はい、はい、じゃあ、これから頑張って後半戦も元気よく行きましょう、おーと言いたいところなんですけれども、残念ながらお時間が来てしまいましたので、はい、その模様はまた次回ということになります。今回はこの辺りで、また見てね、バイバイ、次回も見てね、さようなら。